では GDP とは何でしょうか。 GDP とは、まあ、お聞きになった方も多いかもしれませんが、日本経済の規模ですね。これを測る指標として現在最も使われているものです。 GDP、 こちらは英語の省略文字でグロスドメスティックプロダクトの略です。グロスというのはですね、総という意味で、ドメスティックは国内で、プロダクトは生産、まあ、ですから国内総生産の、まあ、英語だということになります。で、この国内総生産 GDP というのを正確に経済学で定義をすると、1つ目、一定期間に、2、国内で、3、生産された、4、固定資本減毛、これ減価償却とも言いますけども、これを差し引いていない、含んでる、5、原則として市場価格で表示した、で6、付加価値の合計。実はこのようにですね、6つのポイントがあります。で、なぜこのような6つのポイントが必要かということについて、これからお話をしていきましょう。まず1つ目、1、一定期間にですが、通常国内総生産 GDP は1年間という期間、あるいは3ヶ月ごとに、まあ、計算されます。1年間の場合には実は2種類ありまして、歴年という場合はカレンダーイヤーと言いますけども、1月から12月まで、でまた日本の場合は年度といった場合には4月から3月までということになります。また3ヶ月ごとに計算する場合もあります。まあ、例えば年度の場合には4月から年度始まりますので、 4、5、6、 これを第一四半期、あるいはファーストクォーターという形します。次の7、8、9月、この3ヶ月を第2四半期、まあ、セカンドクォーター言い方をします。で、その次の10、11、12、これ第3四半期、まあ、これ第3クォーター、サードクォーターですね、言い方をします。そして1、2、3、これをですね、第4四半期、まあ、フォースクォーターという言い方をします。まあ、こちらのスライドに書いてありますように、四半期っていうのは1年を4分の1した。まあ、1年12ヶ月ですから、4分の1をすると3ヶ月ですよね。これ一番最初の3ヶ月、2番目の3ヶ月、3番目の3ヶ月、4番目の3ヶ月という意味なんですね。で、表記としては第一四半期というふうに書く場合もありますし、第一クォーターと書く場合もありますし、省略をして19と書く場合もあります。9はこれクォーターの略になりますので、これも知っておくと資料を見たときに役に立つと思います。はい、では次ですね。国内総生産、2、国内でということですね。まあ、国内総生産なんですが、国内で生産した場所に着目しているというのはですね、まあ、見ていただければ多くの方お分かりだと思います。で、ここでのポイントは2つです。1つは、外国人の生産であっても、日本国内で生産していれば、それは日本の国内総生産になる。これ1つ目ですね。で、もう1つは、日本人の生産であっても、日本国の外で生産した場合には、日本の国内総生産になりません。この2つがポイントになります。では3つ目、生産された、まあ、国内総生産ですから、当然国内で生産をしたものでなければ計算に入れません。で、実はですね、これ何が重要かと言いますと、中古品です。例えば中古品というのは、昔生産をした時に昔の国内総生産に入っていますから、今年中古品、例えば中古のマンションを1000万円で売り買いしましたと言っても、そのマンション自体は今年何も生産していません。まあ、言ってみれば所有権が変わるだけですよね。ですから、こういったものは中古品のですね、売り買いによる金額、これは国内総生産に入りません。で、実は中古品ではありませんが、土地も同じなんです。土地というのも、例えばある土地がありました、ね、1億円で売り買いしましたと言っても、その土地は昔からあるものであれば今年生産したものではありません。ですから土地ってのは古くなりませんから、中古品とは言いませんけど、土地のですね、売買の金額、これもですね、この年に生産したものでありませんので、国内総生産には入れないということになっています。もちろん最もですね、例えば埋め立て地みたいなのはですね、今年作りますので別ですけど、まあ、それは特殊の例ですので、そういうことは考えずに、まあ、通常の土地ということで考えてください。で、また株価が値上がりしました。例えば100万円で買った株が500万円に上がって400万円得をしました。実際ですね、400万円得した人がいても、これも国内総生産には計算入れません。なぜかと言いますと、何も生産してないからですね。株を買ったものが100万円から500万円に400万円値上がりしただけです。ですから、これも生産を伴わないので、GDP、国内総生産に入れないということになります。
次、丸四、固定資本減毛、減価償却を差し引いていない、含んでるという意味です。こちらについては、国内総生産、総、これ GDP の G、グロスですけども、実はですね、この総というのは合計という意味ではありません。なぜかと言いますと、マクロ経済の場合には一国経済ですから、全部合計なんですね、ほとんど。そうではなくって、これはあくまでも不純物を含んでるという意味です。不純物って何かと言いますと、ここでは固定資本減毛というんです。固定資本減毛というとですね、すごい難しそうな言葉にですね、聞こえるかもしれませんが、まあ、固定資本というのは固定して動かない資本、まあ、機械みたいな感じですね、設備とか。で、これが生産をしていけばすり減りますよね。すり減って価値が減って損するんだけども、その部分は GDP の計算が引きませんよ、ということです。これどういうことかと言いますと、例えば皆さんが1年間生産をして1000万円儲けました。でも1000万円儲けたんだけども、機械が壊れちゃって500万損しちゃいました。500万だと一緒になっちゃう。400万しておきましょうかね。そうすると400万損してるから、本当は1000万儲かったって言っても400万の損を引いて最終的に600万しか儲かってません。だけどその損をして機械がすり減った400万円分は引きませんよ。1000万のまま計算しますよ。って意味です。で、これはですね、会計上は減価償却って言い方をしますけども、じゃあなぜこの固定資本減毛、機械がすり減って損した部分引かないんですかっていうとですね、これ正確にはわからないからなんです。例えば、機械がですね、すり減ったらどうも最近調子悪いな、となってもですね、何円分の価値の減少かってなかなかわからないですよね。例えば、私のスマホですね、最近ですね、なんかこう、電池の減りが早いんですね。で、電池がですね、すぐなくなっちゃうんです。でも、じゃあそれが何万円分の価値の減少ですかって言われると、これ分からないですよね。ですから、そういった意味では、不正確なものを引くと、不正確な数字しか分かりませんので、ですから、じゃあ引くのやめましょうというのが、実はここで GDP の計算ルールなんです。では次に、丸5です。原則として市場価格で表示したということですね。まず、はい、皆さんに質問です。商品の価値、これ人それぞれです。どう評価したらいいでしょうか。例えば、掛け軸、壺、スーパーカー、いろいろあります。人によってですね、価値は違うと思います。で、これをですね、何円分の価値と評価するか。これ難しい問題だと思います。人によってですね、私なんかの場合にはですね、どちらかというと、パソコンとか、スマホとかですね、こういったものに価値を見出す方で、まあ、掛け軸とかですね、壺だったらですね、いらないですよね。で、逆の方もいらっしゃるかもしれません。そうなると、どうするんだったって言います。で、実はこの時に、皆さんが納得できるものとして、市場価格というものを GDP では考えます。GDP で価格、どういうことかと言いますと、例えばですね、スーパーカーがあって、2000万円の車だ。なぜ2000万円の車かっていうと、2000万円で売る人と買う人がいるからなんですね。つまり自分が2000万円価値があってお金を出すかどうか関係ないわけです。壺も一緒です。この壺はですね、利休の壺で1億の価値がある。で、1億で売り買いする人がいればそれでいいんです。つまり、客観的だし、まあ自分はそんなにお金払わないけども、まあとりあえず買う人がいるんだったらまあいいか、納得感もありますよね。ということで、原則として市場価格、これで価値は表します。というルールがあります。そうすると、これ原則として市場価格で価値を表すということは、市場取引がないと、つまりお金のやり取りをやってないものはこう市場価格ありませんから、計算できないんですね。例えばですね、家族が行うですね、家事労働。私の場合には、家内専業主婦ですから、家内が家事をやってますけど、この家事はですね、当然価値を生んでるんですけども、当然ですね、家内私に対してですね、お金取りませんので、市場価格がないわけです。で、市場価格がないので、これ計算に入れないということになります。これ問題もあるんですね。どういうことかと言いますと、もし代わりにですね、家事代行サービスを頼むとお金払いますよね。そうすると同じ部屋の掃除とか朝ごはんとか作ってもらっても、要はお金を払った場合には GDP の計上に入るんです。というですね、ルールになっています。まあこういう問題はですね、まあはらんでるんだということは知っておいてください。また、他にもですね、生産をしていくと当然ですね、環境破壊とか公害とか、逆にマイナスも起こりますよね。これマイナスについてもお金をきちっと払ってるわけじゃありませんから、市場価格がないので、原則通りに GDP の計算ではマイナスにしないという問題が起きます。これらのですね、GDP の問題点についてはまた後ほどお話をします。で、次にですね、まあ、鋭い人はですね、あれ、どうして丸5だけ原則としてが入ってるのかなと思われるかもしれません。で、実は原則としてとわざわざ言った場合にはですね、例外があるということなんですね。例外として一つ目、帰属計算ってあります。
これ何かと言いますと、実際には市場取引がないんだけども、あたかも市場取引があったものと考えて、GDP の計算に入れましょうというものです。まあ、例として、帰属家賃であります。帰属家賃というのは、まあ、マイホームを持っている人は自分で家賃払わないですよね。だけどそれは、あたかも自分から自分に家賃を払ったと考えて、それは GDP の計算に入れましょうということです。もう一個が農家の自家消費。まあ、例えば、お米を作っている農家であれば、自分でお米を食べるとき、自分で作ったものを食べますよね。自分で作ったものを自分で食べるわけですから、お金になるとりはありません。でもそこはあたかも自分から自分に売り買いをしたと考えて、GDP の計算に入れましょうということになります。で、ここまでお話をすると、待ってください。家賃っていうのは何を生産してるんですか？なるかもしれません。まあ、例えばですね、私の場合には家、賃貸派なので、毎月家賃を払っています。なぜ家賃を払うかというと、不動産をきちんと管理していたら、毎月居住空間というサービス、これを生産しているというふうに考えます。ですから実は不動産というのは、そこできちっと維持管理をしているだけで、価値を生産しているんだというふうにですね、経済統計では考えるわけです。で、この帰属計算とは別に、市場価格がなくても計算に入れるもの2つ目、公共サービスがあります。公共サービスというのは、まあ、例えば警察とか消防、こういったものですね。まあ、つまりお金は取らずに、まあ、要は費用については税金で回収する、徴収する、こういうものです。これについては、かかった費用で計算することになります。ですから、おまわりさんが、例えば誰かを助けて、はい、5000円とか取りませんよね。無料です。ただ、そのおまわりさんの費用っていうのは、税金で賄われるわけですね。で、ここでですね、注意していただきたいのは、公共サービスってことですね。公共料金って全く別です。公共料金っていうのは、電気、ガス、水道とかありますけども、こちらは料金を取ってますから、きちっとその価格、料金の価格ですね。市場価格で GDP の計算に入ることになります。公共サービスというのは、経済学では、料金を取らずに無料で政府が提供しているサービスだと考えてください。そして、6、付加価値の合計というルールがあります。例えばケースとして、ある国がですね、200万円の車を1台だけ生産したと仮定しましょう。で、自動車メーカーというのは、全部を自分で作ることはありませんので、原材料などですね、これはですね、国内の鉄鋼メーカーとかですね、ガラスメーカー、タイヤメーカーから買ったとしましょう。例えば、鉄鋼メーカーは20万円で鉄を自動車メーカーに売りました。ガラスメーカーは10万円でガラスを自動車メーカーに売りました。タイヤメーカーは5万円でタイヤを自動車メーカーに販売しました。で、自動車メーカーはこれらを買って、組み立ててエンジンを作って、で、これをお客さんに200万円で売ったとしましょう。このような世界において、もし売上の合計をしてしまうとどうなるか。売上を合計すると、自動車メーカー200万円、鉄鋼メーカー20万円、ガラスメーカー10万円、タイヤメーカー5万円、合計すると235万円になります。でもこれだと、200万円の車を1台作った。ちょっと合わないですよね。35万円多くなっちゃってます。これ何かというと、実は35万円、原材料分を二重計算してしまっています。実は200万円自動車メーカー車作ったって言いますけども、200万円の車には鉄とかタイヤとかガラスとか原材料は全部入ってます。実は鉄とかタイヤとかガラスの35万円は原材料メーカーが生産したのであって自動車メーカーが生産したわけではありません。実は自動車メーカーの生産した価値、これを付加価値と言いますけども、これは自動車メーカーの売上200万円から原材料費と買った部分35万円を引いた165万円だけなはずなんですね。これを付加価値という言い方をします。つまり付け加えた価値ということです。で、実はこの付加価値を合計すると、自動車メーカーは付加価値が165万円。これに鉄鋼メーカーの20万、またガラスメーカーの10万、タイヤメーカーの5万を足すと、ちょうど200万円。ということで、原材料の二重計算が起こりません。まあ、このように原材料の二重計算を防ぐために、GDP、国内総生産は、売上とか生産額とかではなく、付加価値を合計するということになっています。で、実はこの付加価値というのは、売上から原材料費を引いた残りですから、この残りの付加価値を実は従業員に賃金とかにして分けて、さらにその残ったものが利益です。で、利益というのは会社のものですけども、株式会社の場合には会社というのは株主のものですので、まあ、株主に配当金で分けられるということになります。ですから資本主義の社会においては、まあ、株式会社を中心に考えますので、
株式会社を中心に考えていくと、まあ、売上げ、ね、これがあって、ここがまず原材料費を引いて付加価値があります。で、付加価値を要は、労働者に賃金と価値で分けて、残りを要は会社に残ったんで株主で分ける。まあ、こういうですね、構造になっているということになります。それでは、第一章のまとめです。一つ目、国内総生産 GDP を正確に定義すれば、丸1、一定期間に、丸2、国内で、丸3、生産された、丸4、固定資本減も減価償却を差し引いていない、丸5、原則として市場価格で表示した、丸6、両手入りますね、付加価値の合計。で、2つ目のポイント、付加価値というのは、売上から原材料費を引いた残りです。で、この付加価値というのが、実は労働者への分け前を賃金といって、また、会社に残ったもの、これが株主に配分されるということで利益になります。以上で第1章 GDP とは丸1を終わります。